あとすごい大事なのは、これもコントロールなんですよ。だからダメなのこう逃げていいぞ。お、エビとかもしていい。なんかめっちゃ動く。これで逃げられるね。あ、逃げていいぞ。なんか困っちゃうな。バキ。じゃあ逃げれないなら暇だから決めるわってなるわけだね。で、今まあ分かる人は分かったかもしれないけど、普通の抑え込みはこう、体幹を止める抑え込みだね。それとでも関節を取るときとかはもうそれ違うんですよ。末端を止めるんですよ。末端だけ止めるの。だそもそもなんかここだけ押されてるとこっち向いてきて逃げられるよね。だからこうなんか肩で首を押すとかさ、こういうことで体幹を止めて人間を抑えないといけないねっていう風に入っちゃうから、で抑えでもさあ、こっち向いていいぞ、向けんだろ。だから手首っていうか末端止めたらさ、まあ、こっちには行けちゃうけどこっち行けないからさ、もうとも体幹止める意味がない、理由がないのよ。だから、まあ、抑え込みの時はこう自分俺の頭の位置見て、相手のセンターラインと俺の頭の位置、まあ、この辺だかな。だけど、まあ、何らかの方法で、腕止めたんだよ。俺の頭はここなんだ。逃げていいぞ。逃げれんだろ、はい、なんか苦しい、しかも苦しいよね、これ。俺足浮いてんだけどさ、なんかしていいよ。何もできんだろ。でも、抑え込みでこんなことしてたら逃げていいぞ。俺めっちゃ逃げる。全く話が違うものだっていうことをぜひ知ってほしい。あ、もう、まあ、ロイヤル証拠でやってみよう。ほら。苦しいよね。これめっちゃ苦しいんですよ。意外と。手も腹も重くなって、ちょっと腹重くすんのはちょっと、皆さん難しいと思います。でも興味があればやってみ、逃げていいぞ。なんか暇だな、寝ようってなるわけよ。ちょっとやってみる。